ブラック師匠もいいんですけど、怖いですね。焼肉をご馳走しろってね、たがるのはあまりよろしくないと私は思うんですよ。私も言葉足らずでね、師匠に焼肉をご馳走します。これ自分の師匠に、霊霊者バフにというつもりで言ったんですけども、それで、ね、師匠にご馳走しますって言ったら、俺にご馳走してくれるんじゃないのかって、そういう風にしてねじ曲げて捉えてですね、で、バルコ、お前は俺に焼肉をご馳走するんじゃなかったのかって講座の上で怒るのだけは本当にやめていただきたいんですよ。まあまあ、ご馳走しましたけどね、それはまあ私が悪いので、そんなようなわけでございましてですね、12月9日、二輪会やりますんで、皆さんお越しください。ブラック師匠、愛してます。